はい、どうも皆さんこんにちは、てぃです。今回はですね、まあ、ツイッター見てくれた方だったらご存知の通り、よいしょ権利を取ってきました。ありがとうございます。ようやくだよ。もう8月からずっと俺権利取れるのかどうか不安で不安でしょうがなかった。今日なんとか取ることができました。ありがとうございます。構築はもうその日、今日の深夜3時、今日の深夜3時ぐらいまで、どうやろうかなみたいな感じで考えて、ハンデスが強いんじゃないかっていうのを思ってね、窓月下城とか、あとはまあザビバレルとか、まあゴーストタッチも入ってるし、あと僕が一応したのはウエスタンバレルっていう、まあ殴れるハンデスです。殴れるザビバレルみたいな感じ。あとはこれ悪味 M を積んだ、ドキュラゴンバスターのデッキになります。ハンデスバスターですね。でこのデッキで僕今日挑んで優勝してきました。はい、規模的には20人ぐらい集まってたのかな。ちょっと人数の方はあんまり把握してなかったんですけど、多分20人はいたかなと思います。人数的に当たった相手とかは多分この画面のどっちかに一覧で載ってると思うんで、それをまあテロップで流しとくんで、それ見ながらですけど、まあ1回戦がショックコントロールみたいな感じで、なんかとりあえずマナ貯めてまあでっかいクリーチャー出していくみたいな感じで、5色バスターみたいな感じかな。バスターとかプチョとかミナダンデとかいろいろ入ってました。はい、っていうデッキで、まあそれはハンデスして、で殴っていただいて、まあシールドからフェアリーライフばっかり出て、まあそれはトリガー運にも助けられましたね。で、そこはハンデスやってイービルバスターかな、勝ったのは。で、2回戦目の、赤黒バスターは身内と当たって、こっちが結構押されてたんで、で縦からデスゲーデモハンドクロックが出ないと負けっていう状態、相手がもう禁断解放したんで負けっていう状態で、デスゲークロックして、手持ちに持ってた、デモハンドで相手の禁断もやっつけて勝ちました。はい、あれは本当に、ね、縦クロック墓地にクロックをしてなかったら本当に死んでました。はい、で3回戦目は、トリーバのプチョヘンザと、あとはワチャゴナが入った D2 フィールドのデッキなんですけれども、D2 フィールド貼られることなく、こちらがもう一方的にハンデスして、で EB ヒートバスターで勝ちました。はい、トリガーも踏まなくてね、何度か勝ちましたね。で、4回戦決勝戦ですね。決勝戦が、トリガーが結構たくさん入った感じで、僕が一番最初に作ろうとしてたメンデルスゾーンからの、ボスカツバスターからの、ワチャゴナプチョヘンザ、なんか D2 フィールド貼るっていうようなデッキだったんですけれども、まあそちらもハンデスしてなんとか勝ちましたハンデスして、でまあドキュラゴンバスターアタックで、はい、なんとか勝ちました。禁断解放は僕一回もしてないです。まあ本当に強かったのが悪味 M と、まあバスターも強いけど、まあハンデスがやっぱり強いですね。環境的にどうかなが、まあ手札ないと結局何もできないんで、本当になんで、まあ手札切らせて、でまあこっちは手札まあ普通にある状態からっていうので、まあ悪味 M がね強い理由としては、まあブロッカーのサビバレルとか、あとコネンビっていうのを、こっちから蘇生できる悪味 M でっていうの もありますし、まあ5000なんで、相手がもしラフルとか出してきたら、まあ悪味 M で返して、さらにハンデス、ウレスタンバレルとかサビバレル、コネンビとか出して、ハンデス、またはまあクリーチャー回収っていうのもできるので、まあ強いかなと思いました。はい、まあ このデッキの紹介はまた次回やろうかなと思います。ちょっと尺的に長くなっちゃうので、はい、それでは、今回はちょっと権利取ってきましたよという報告動画でした。はい、じゃあ、参加賞というか優勝賞みたいな感じでもらってきました。はい、開けてみましょう。ベトリハイウェイが欲しいよ、ほい、また君またデバガラハク、あれおかしいな、前もデバガラハク出たような気がするけど、あーやっぱ光の4コストはなんかゆえんがあるのっていう光の4コストにゆえんがあるのかっていう、まあ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 、はい、というわけで、今回の大会報告と、パック以上となります。エリア代表戦頑張ります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルデュエルレコードチャンネルの他にも僕たちのセカンドチャンネルがございます。まあ、動画投稿する内容はいろいろあるんですけれども、まあ、雑談だったりとか、このチャンネルで出せなかったメイキング動画とか、あと NG みたいな感じでいろいろ出していこうかなと思ってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。
たちの対戦動画ウィキというものがあります。そちらは、下の概要欄、この動画の下の概要欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。プロフィールだったりとか、このチャンネルについてのいろいろなことが、いろいろ書いてあるので、ぜひご覧ください。では、次の動画でまたお会いしましょう。それでは、ホイホイさん。